こんにちは。今回のテーマは自分でできた方がいい親指のテーピングです。親指のここが痛いというハンドボーラーは多いと思います。ハンドボールをやってるとここよく痛めますよね。ここは MB 関節と言います。この親指の MB 関節を痛めるとハンドボールのプレーに結構影響が出ます。さらに厄介なことに、この親指の MP 関節は治りがめちゃくちゃ悪いです。僕自身プレーしていた時もこの関節を痛めていました。ここを痛めるとボールを掴むだけでも痛いです。なのでシュートも変なチョコになります。さらにディフェンスをしていて親指に何か当たっただけでもめちゃくちゃ痛いです。悶絶です。というわけでテーピングを巻く必要があるわけなんですが、ここの関節はトレーナーが巻くよりも自分自身で巻けた方が絶対にいいです。なぜならハンドボーラーにとって手の感覚、指の感覚というのは非常に重要です。テーピングは本来固定するために行うんですが、テーピングがきつすぎるとシュートに明らかに影響が出ます。逆に緩く巻きすぎると固定力が全然なくて痛いです。というわけで絶妙なテーピングの強さで自分自身で調節して巻けた方がいいわけです。自分自身でテーピングを巻けて自分の体の管理ができるということもハンドボーラーの能力の一つです。やり方は非常に簡単なので、ぜひ今回の動画で、バッチリと親指のテーピングが巻けるようになっていきましょう。ではやっていきましょう。まず巻き方としてはどの方向に痛いかを確かめます。で、この痛い方向を止めるようなテーピングを行っていきます。まずこっち側に行くと痛い場合、その場合は行ってほしくない方向のこっち側にテーピングをすると動きを制限することができます。分かりやすくペンで印をつけます。こういった形でこっち側に行ってほしくない場合はその反対側、こっち側にテーピングをすることによってこの方向を制限できます。では巻いていきましょう。このような状態から始めていきます。で、このバッテンの上を通るように、で、この後手首に行きます。手首で一周したら先ほどの、バッテンの上にまた乗るように、このようにこの部分でクロスを作ります。これの繰り返しです。同じところを通っていきます。で、巻きながら指を動かして固定力を確かめながら行っていきます。弱すぎたらもう一周強めに巻いて、とだいたい3周くらい行うとある程度の固定力になります。ここで固定力を確かめて OK だったら手首のところで切ります。次はこっち側、この動きが痛い場合のテーピングを行っていきます。こっちに行ってほしくないのでこの部分にバッテンを作ります。大体この辺りになります。で、このようなところなので、始まり方はこのような形になります。で、ここから手首の後ろを通ってこういう範囲、さっきと同じところ、ここですね。ここにバッテンを作ります。ここですね。で、この繰り返しになります。で、しっかりとこっちの方向が制限されています。次はこの方向、こっち側ですね。こういう向きに痛みが出る場合の巻き方です。これも一番最初のテーピングと同じような始まり方です。ここからスタートです。ここからスタートしてこっち側に来ます。最初のテーピングですとこっち側に来たんですが、このテーピングの場合こっち側に、外側に行ってほしくないのでこっち側に引っ張るようなイメージですね。で、この部分にかけます。で、ここを通ってくる。で、この時にここを
ここに当ててください。この関節、ここが痛い関節で、痛い関節の上に乗っけると、ここです。こっちに行ってしまうと動いてしまうので、ここに乗っけます。で、ここでまた親指をシュ、この繰り返しです。で、この時に開き具合でどの程度動きを制限するかを調節します。こうするとこっち側に行く方向が制限されています。はい、で最後は番外編として、先ほどまではここの MP 関節という関節のテーピングでした。ここではなくて1個隣、ここに CM 関節という関節があります。ここを痛めている場合のテーピングの巻き方もお伝えします。ちょっと難しいのでぜひよく見て覚えてください。でやり方としてはまず最初にここからスタートします。そうしたら親指の下、こっち側を通ってきます。で親指をくるっと一周して、こういう感じですね。これでまたスタート地点に戻ってきます。そしたら今度は前から親指の下通ってスタート地点に戻ってくる。そうすると表と裏で三角形が出来上がります。これを繰り返し行っていきます。表と裏で3回ずつほど巻いたら完成です。こうすると、ここの CM 関節という関節を固定することができます。左の場合は、この巻き方を左で、反対側で行ってみてください。お疲れ様でした。今回は自分で親指のテーピングを巻く方法をお伝えしてきました。ぜひ次の練習から使ってみてください。今後も取り扱ってほしい内容などがあればコメント欄にぜひお願いします。こちらのチャンネルではハンドボールの能力向上のためにエクササイズの動画であったりセルフケアの動画を上げていっていますので、よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録していただいて、今後の動画も見ていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。